あそこが電波出てんの、あれ。あれはあそこから電波出てんの。あそこから電波出てるんじゃない。いや、あれは多分どう考えても受信でしょ。マジで、はい、何を受信してんの、あれ。多分中継先からの電波じゃないですか。で、ここで放送するんや。そうですよ、ここテレビ放送局なんで。あ、ここから出してるんじゃなくて。いや、ここから出してるんでしょ。え、でもだって受信でしょ、あれ。どういうこと。どんだけ気になるんですか。最近よく声かけられますね。あ、でもね、この間あの天王寺でシュークリームをちょっと、うん、あのお仕事先にね、うん、持っていこうと思って、うん、買ってたら、うん、シュークリーム その包んでくれたショップのお姉さん、うん、20代ぐらいだと思います、うん、YouTube 見てます。マジですか。そう、20代の女性が。 でその方が何て言ったかっていうと、うん、僕はあのキャップにマスクして一応眼鏡してたんや、うん、で、うん、声で分かりましたでも声で分かりましたは結構言われるから。ああ、そうですね、うん、人を不安にさせる声。いや、それどうやねんと思うねんけどそれ分からへんねんけど、でも声に特徴があるとはよく言われるから。あ、声でバレるんですね。なんかでも本当にあの声でっていうのは声かけていただく。今日はまた布教活動をして、うん、はい、信者を増やすために。普通教祖って歩かないじゃないですか。浮いてるからね。浮いてるから、はい、ちゃんと足を使って声をかけて。もちろんもちろん、小さなことからコツコツと、はい。普段はさ、僕はあそこの電波を使ってさ、うん、いろんな人にブレインダイブを見せてるわけや、うん、で、まあ、あとは YouTube で、うん、でも結局こうやってこう足を使って、うん、いかに本当 の、 教あの信者を増やすかっていうのが大事や、はい、ね、囲えるか、はい、はい、いかに壺を売るかしか考えてないですか。そうそうそう、はい、最終ね、最終、はい、はい、じゃあ今日も壺を売りに行きましょう壺売りに行こう。こうやって持って、壺持って、すいません、壺買いませんか、はい、買うか。すいません、今ですね、あのマジックの YouTube をやっておりまして、もしよかったらマジックを見ていただけないかなとマジック、はい、そうなんですよ、マジックのチャンネルなんですよ、 YouTube の、はい、僕はマジシャン で、はい、でいろんな人にお声かけしてマジックを見てもらってるんですけど、はい、もしよかったらマジックを見てもらいたいんですけど、はい、ね、もうパパッと1つ2つぐらいいいですか、はいちょっとピクニックされて、はい、すいません、はい、全然いいですよ。いいですか、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。じゃあこのまま、はいはい、いいですか、はい、恥ずかしい、恥ずかしい。いや、全然いいんですか、はい、いろんな方に見てもらって、はい、じゃあちょっとオーソドックスなんですけど、はいはい、最初トランプから、はい、一応普通のトランプだとか一応調べて、はい、はい、カジノとかである52枚全部バラバラです、はい。一応カジノとかで使ってるカードなんで滑りが良くて、うん、油模様とかこんな感じで、うん、じゃあちょっとよく混ぜて1枚選んでもらいたい、はい、いいですか。あ、分かりました。好きなのタッチしてください、はい、どれでも、ね、お伝えします、はい、じゃあ、お二人で見て覚えてもらって、はい、もし変えたかったら変えてもいいです。はい、これで大丈夫、大丈夫ですか、はい、じゃあカード渡すので、はい、好きなところ入れてもらって、はい、よく混ぜてください。ちょっと待って、下手なんだよ。本当に下手なんだよ、混ぜる。そうです、ぐちゃぐちゃになるんですよ。あんまりトランプやらないですよ、はい、本当にやらないです、やらないです、ごめんなさい、すみません。いやいや、僕もやらないです、普段は。ごめんなさい、あ、いいえ、とんでもないです。一応軽く混ぜてください、ね、はい、お願いします。すごい。で、選んでいただいたカード当てるんですけど、はい、僕がこう見て、これかな、お姉さんたちがこれを選んだんじゃないかって探すんじゃなくて、指を一回鳴らすだけで一番上にクローバーの2でした。選んだらクローバーの2。あ、違います。ちょっと持ってもらって、クローバーは合ってましたか。いや、違いました。違います。あれ、ちょっと難しいな。ちなみに選んだの何でした。 J です。ジャック、はい、の、はい、なんだあれ、黒、うん、ジャックの、ジャックの、うん、うん、なんか人がね、あ、もしかしてジョーカーですかね。ジョーカー、人が映ってました。あ、人映ってました。あ、
それなし。いえいえ。変わりました。合ってます。はい。待って。すごい。なんか気がする。すごい。これこれですよ。やったんや。すごい。すごい。種明かしやめてください。すごい。そうなんです。すごい。どうやって持ってたもの。持ってましたよね。すごい。すごい。すごい。2は真ん中に。これは袖借りていいですか。袖はい、こう出してもらってジョーカーをじゃあこう擦ってもらっていいですか、はい、元に戻ってもうどういうこと横滑るなになになに怖い、すごい戻りましたよ。怖い。カードは仕掛けないです。すごい。マジですごい。魔法の手や。すごい。じゃあ今度はサイコロを使いたいんですけど、じゃあまた僕の女性の方持ってもらって、はい、サイコロなんで1から6まで目があるんですが、好きな目を自分で決めてもらって、その目を決めたら手で蓋してほしいんです。見えないように、はいはいはい、何でもいいです。2でも3でもで向こうで自分だけで決めていきます。え、私1人で。はい、そうです。誰にも見せないでください。はい、いいですか、はい、決めました、ね、はい、じゃあ決めた数字に集中してください。はい、頭の中でその数字のことだけ強くイメージする。ちなみに一番最初なぜか分かんないんですけど5が選ばれやすいんですよ。うん、こう直感的に皆さん5を選ぶんですけど、お姉さん多分5を選んでるかなと思うんですけど、見せてもらって。どうですか。怖い。待って、なんで。もう一回向こうでちょっと決めてもらう。え、怖っ。はい、決めました。はい、ちなみに5の次に選ばれやすいのは2なんです。いや、まあ嫌だ。2お姉さん、じゃあやってみます。もう絶対バレるし、もう自分だけでこっそり決めてください。怖い。いいですか。はい、ちなみに今なら違う数字に変えてもいいですけど、はい、どうします。大丈夫ですか。もう6のままでいいです。当てます。やばー、ほんま。見てました。見ました。え、僕は見てない。見てない。すごい。なんで、怖い怖い。帰れば。すごい。すごいすごい。え、すごすぎ。最後お姉さんのなんかこれだったら当てれないんじゃないみたいな人の名前とか、なんでもいいんですよ。担任の先生の、小学校の時の担任の先生の名前、なんでもいいです。自分しか知らないこと。推しとかでも大丈夫。推しの下の名前にしましょうか。はい、やってみていいですか。はい、これだったら絶対だって笑っても、やばい。はい、推しを強く想像してもらって、一方こっちに来てもらって、はい、目の前にいると思って下の名前を呼んでみてほしいです。ここに向かって頭で呼ぶんです。頭で、口には出さないで。はいはい、一回手合わせて。お姉さんは知ってるんですか。知ってます。僕は知らないですよね。はい、初対面だから。推しが敬語っていうの。すごい。推しが敬語っていうの。すごい。
ちょっと待って、なんか書いてある星の名前、敬語って。やばいやばいやばい。え、怖い、めっちゃ怖い。やばいやばい、トルハラトルハラ。え、すごい、マジですごい。そんな伝わったの、伝わったんか、はい、思いが結構強かったですね、すごすぎる、すごい。ブレインダイブっていう、これがすごい、ほんまにすごい、すごいです。ありがとうございます。え、やばいやばいやばいです。もう100信じました。100は嬉しいな。めっちゃ信じ込んじゃう。絶対嘘って思ってたもんね。仕掛けて、うん、そういうのほんまに、はあ、多分って感じは。事前に打ち合わせがあってとか。え、今回のは、今回のは今回ので臨場感ありますよね。今回ので、はい、今回ので、すごい、すごい。これを見ている方は、うん、お姉さんたちが劇団員やろうかって思った。あ、絶対思いますね。絶対違います。違います。見てました。ちゃんと初対面です。見てました。すごい。敬語ってどの方の敬語？佐藤敬語っていう JO1 の。立ち変わりました、ね。変わります。めっちゃ変わりました、ね。余裕で。えぐい、初めて、すごい、え、楽しかった、めっちゃ。あ、本当ですか。すごい、ほんまに楽しかったです。こういう、はい、チャンネルなんです。僕は新しいケイシという名前で、はい、裏に URL あるので、またよかったら見てください。見ときは、見とき、見ます、さすがに。はい、え、めっちゃ楽しかったです。こうやって、一人ずつ信じてもらう人を増やしていく。いや、これは、ほんまに信者を増やして。信者です、信者です。今、2人増えました。2人増えました。すごい。後で壺買ってもらおう。買っちゃいそう。今なら買ってまいそう。言われて買っちゃいそう。チャンネル登録よろしくお願いします。X、インスタのフォローもよろしくお願いします。 See you next dive!